あみなみさんこんにちは、ゆずこそれでは今回なんですけども、LINEPay がさらに便利に、LINE 福岡と福岡市の近未来館が満載の取り組みが興味深いということで、今回は最近の LINE 福岡と福岡市のキャッシュレスなどに関する進み具合がかなり面白いので、そちらについてお伝えしていこうと思います。で、福岡に住んでない方も、こんなのがあるんだな、みたいな感じに聞いてもらえたらなと思います。 今回お伝えする内容はざっとこんな感じです。LINE 福岡と福岡市。で、主な取り組み、粗大ごみ受付やドローン。そして意外な場所で使えるという順番でお伝えしていこうと思います。まず最初の LINE 福岡と福岡市なんですけども、現在 LINE 福岡という LINE の福岡の視点があるんですけども、そこと福岡県の福岡市が、福岡市を世界に誇れるスマートシティにというテーマを掲げて、現在スマートシティ福岡というプロジェクトが進んでいます。そして主な取り組みっていうのはかなりたくさんあるんですけども、 ホームページにあった部分をですねピックアップさせていただくとこんな感じです福岡市の公式アカウント粗大ごみ受付チャットボット福岡市引っ越しお席で注文決済という感じですねそして小分けにお伝えしていこうと思うんですけどもまずこの福岡市の公式アカウントを友達追加しておくと福岡市の情報がもらえるのはもちろんなんですけどもまあ、現在だと福岡限定の300円オフの LINE クーポンが定期的にもらえますしかも今のところ毎月もらえてるのでこれは嬉しいですね 次に、粗大ごみ受付窓口チャットボットなんですけども、まあ、簡単に言うと、福岡市の粗大ごみ受付のアカウントをフォローしたら、このアカウントとのチャットボットのやり取りで、粗大ごみの回収、そして決済までできます。もちろん決済は LINEP となっています。まあ、これまでは、福岡市の場合は、 コンビニとかで粗大ゴミの処理券を現金で購入する感じだったんですけども、それが全部 LINE で解決してくれるという感じです。もうこれに関してはちょっと僕の方でもいつか試してみたいなと思っています。 次に福岡市の引っ越し証明案内に関してはその名の通りですね、引っ越しをする際に生じる複雑な手続きとか必要書類などを LINE のトークルーム内で確認ができたりとか、あとは証明案内に関しては区役所に行く際に住民票とか印鑑証明とかの手続きを事前に LINE のトークルームでサクッと確認することができます。 まあこれは確かにめっちゃ便利ですね。そして4つ目のお店で注文決済に関してはこれも面白くて事前に LINE で行くお店を決めて メニューと数を決めたら、LINEPay で支払って、その後に料理を受け取るというだけという感じですね。LINE、まあ、を使って並ばず支払いまで簡単にできるので、まあ、これ本当に便利だなと思いました、まあ。こちらに関しては G20 とか、ちょっとしたイベントとかでも結構用いられてますね。あと、昨日ちょっとしたお知らせとしてもあったんですけども、LINEPay とドローンの実証実験がありまして、LINEPay、まあ、で決済した海産物を、 ドローンで配達してくれるっていう実証実験が発表されました。これは航空会社の ANA と LINE 福岡などが共同で開発して、期間限定ではあるんですけども、 福岡市の玄海島とノコノ島っていうちょっとした離島なんですけどもそこでアワビやサザエなどが注文することができるんですけどもそこからドローンを利用して海産物が輸送されるかなりユニークな実証実験が行われますもちろん決済は LINE Pay となっていますいやこれ面白いですよねまあ、確かに Amazon とかでもドローンでの配送がスタートするかもという噂も出てるんですけどもまさか LINE と LINE 福岡がこれに取り組むっていうのもちょっとした近未来感はありますよね ま、最後に意外な場所でラインペイが使えるということでまとめました。まず上からですね、神社、区役所、福岡市動植物園、マリンワールド、水族館ですね。そして美術館として、まあ、ざっと上げるとこんな感じです。まあ、この中でも神社って結構意外ですよね。こちら、右上の写真を見てもらったらわかる通りですね、お祭銭がなんとラインペイなんですよね。もうお祭銭までキャッシュレスって本当にめっちゃ進んでるっていう風に思いました。 あと、以前動画にもしました、区役所で使えたりと、福岡市での生活っていうのは本当キャッシュレスで過ごすことができますね。まあ僕も実を言うと福岡県に住んでまして、本当現金を使う場面っていうのが本当に減ってきてるんですよね。まあ関東とかと比べると、まあ福岡県っていうのは家賃も半分ぐらいだと思いますし、人もそんなにめちゃくちゃ多いというわけではないので、住むとしたらかなり住みやすい環境なのではないのかなと思います。そして程良いくらいに栄えてるので、結構住んでてもなかなか秋きは来ないですね。まあせっかく キャッシュレスが住んでるいい環境に住んでるんで福岡市とかでしかまあ撮影できないところがありましたらまた僕の方で動画にしたいなという風に思っていますそして僕の予想としたらまあ福岡市でこのようなまあ実証実験が進んでうまくいったりすればまあ、全国的にもこういった機能がどんどん追加されていくっていう可能性はもしかしたらありそうですよねまあ、そんなこんなで今回は LINE と LINE 福岡の取り組みスマートシティ福岡の取り組みや意外な場所で使えるということについてお伝えをさせていただきましたまあ、少しでもですね今回の情報を聞いて 少しでもためになったなという方がいらっしゃればチャンネル登録、グッドボタンしていただけると嬉しいです。ということで本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。